これ以上何を失えば心は許されるの、どれほどの痛みならばもう一度君に会える、 One more time、 季節よ移ろわないで、 One more time、 ふざけ合った時間よ、食い気が合う時はいつも僕が先に折れたね、わがままな性格がなおさら愛しくさせた、 One more chance、 記憶に足を取られて、 One more chance、 次の場所を選べない、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を、向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへ、できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめてみせるよ、寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が起きそうな夜だから自分を偽れない、 One more time、 季節よ移ろわないで、 One more time、 ふざけ合った時間よ、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を、交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も夏の思い出が回る、不意に消えた鼓動、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を、明け方の町桜木町で、こんなとこに来るはずもないのに、願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへ、できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめてみせるよ、いつでも探しているよ、どっかに君のかけらを、旅先の店、新聞の隅、こんなとこにあるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉もいつでも探してしまう、どっかに君の笑顔を、急行巻きの踏切あたり、こんなとこにいるはずもないのに、猪木が繰り返すならば何度も君の元へ、欲しいものなどもう何もない、君の他に大切なものなど、はい、こんばんは。今回はね、山崎まさよしさんのワンマータイムワンマーチャンスを歌いました。2020年5月の1日金曜日のね、家町屋敷に帰る前の町屋のアパートでの録画、配信です、動画ですね。今日ね、一応今日も早かったからさ、まあで明日から休みなんでね、うん、ね、休みになりましたんで、2日のし、そんなわけでね、今日早かったからね、夜勤に帰る前にね、ちょっとここで飲み、ちょっと飲み動画やろうかと思ってね、今日はね、あれ、豚しゃぶやろうと思う、バーグ、じゃあ早速 YouTube ライブやろうか。早かったね。早いとき、まだちょうど7時までどこかな、まあ、7時前からちょうどいいね。だから8時ぐらいからどうかな、今日今洗濯回してから洗濯機、作業服も、まあ、もう休み明けの用のもう作業服はもうね、しまって用意してあるからね、仕事の用意してあって、また今日仕事できた作業服今洗濯してるとこね、やろうか。それ、やりね、ライブ終わる頃にはもう終わってると思うんでね。どうかな、配信。こっちのパソコンで多分できると思うんだ。うん？カメラ聞いてるか？あ、やりましょう。うん。水溝性毒。性毒。2020年5月だね、もう早いね、5月1日だ。もうゴールデン連休になりますがね、もうしょうがない、今年はね、自粛でステイホームだからアウトドア行かないけど、寂しいけどしょうがない。8月のお盆休みだ、ね、そう、まとまって休みのお盆休みがないもんな、しょうがない、お盆休みまで待ちましょうね、しょうがないよね。
5月の時代金曜日。はい、こんばんは。はい、どうもこんばんは。2020年5月1日金曜日ですね。今日早かったし、明日から休みだからさ、そんなわけでね、夜勤に帰る前ここでちょこっとやりますね。まあ家帰ってからやるけどね、夜勤に帰ってから、その前にね、仕事を今帰ってきて、部屋帰って風呂シャワーかな浴びてさっぱりしたところです。で、一杯飲もうと思ってね、今日は豚しゃぶを食べようと思う。豚しゃぶ、これね、これバーゴ風のさ、まがいものヘキサゴンで、トランギュラーのアルコールストーブ入れて豚しゃぶね。豚しゃぶいきます。ラージメフチンで豚しゃぶ、これね、まず入れてみようか。豚しゃぶいきます。適当にね、半分ぐらいでいいかな。入れて、先に昆布、あ、そう、それで出汁代わりにね、昆布茶を入れます。昆布茶。あ、こんにちは、こんばんは。今日も早かったからね、明日が休みだからさ、休み前ってこともあって早かったんでね、夜勤に帰る前に町屋で、ね、ちょっとね、豚しゃぶで一杯飲もうと思って。豚しゃぶはね、これラージベッシングに適当に水入れてね、昆布茶入れます。出汁代わりの昆布茶適当に入れて、それで、ま、ヘキサゴン風のバーのないものですね。これね、これで燃料、アルコールストーブです。どうも、こんばんは。どうもね、今日豚しゃぶいきます。まあ、新作よ。あった、これグツグツいってきたらね、豚はね、これデンマーク産、この間買ったんだ、うん、デンマーク産の切り落としだけどね、切り落とし肉、ロース切り落とし 100g 8分3円だったんで、まあ買っといた、いいからね、こんなに、まあ少々の資源だ。こんなお肉でやります。豚しゃぶ切り落とし肉で。どうもね、はい、せいくん、どうもね、町並みから焼きのに帰る前にね、ちょこっとね、今日早かったし、明日休みなんでね、うん、一本飲もうと思います。仕事休み、明日からね、今日早かった、うん、今暇だからね、5月はね。ね、これラージメフチンに適当に水入れて、出汁代わりに昆布茶入れてます。おなじみ昆布茶ね、ね、でアルコールストーブ、今グツグツいってきた。しゃぶしゃぶの返し、しゃぶしゃぶつけるのはね、これ この間買った、これあれ、青じそノンオイルドレッシングにつけてしようと思います。青じそノンオイルドレッシングにつけて、これにつけて食おうかな、うん、あ、ちょっとスマホで見ようかも。スマホでコメントちょっと見れないね。こんばんは。フローレスさん、どうもね。ジョナさん、どうもね。吉田さん、どうも。そう、ポン酢じゃないです、これ。ノンオールドレッシング、青じそのノンオールドレッシングで、漬け汁代わりにしようね。ノンオールドレッシング、ポン酢じゃないよ、うん、ちょっと早かったんでね。青木さん、どうも。サクさん、どうもね。
ゃくちゃ全部食ってる。それ賞味期限だからね、これ。天幕さんの木ごとしに行く。木ごとしってどのぐらいだ。まあ、しゃぶしゃぶするのはちょうどいいだろうね。じゃあ飲み物持ってこようか、飲み物。うん、そうね、明日から連休です。明日から連休よ。水曜日まで、木曜からいいこと。ね。じゃあ、今日じゃあ、ちょっと飲み物持っていく。飲み物持ってくれようか。まだ今日の飲み物はね、大丈夫入ってる。大丈夫入ってる。はい。そうだね。なんだこれ。この抹茶杯。宝の抹茶杯を飲みます。抹茶杯。この間買った。今日は買い物してない。この間買ったやつ。うん、じゃあ抹茶杯いきます。はい、乾杯。うん。こうやって入ってます。だし。いいじゃない。今日はね、昆布茶の入った汁でしゃぶしゃぶしゃぶ。ちょっと水少ないか、やっぱり。ちょっと少なかったらもうちょっと水出そうか。これでいいの。だし代わりに昆布茶入ってます。だし代わりに。沸騰したら豚しゃぶね。切りごとし肉で豚しゃぶです。切りごとし肉。しゃぶしゃぶじゃないけど、ね、うん。お茶杯。ライジメスチンはさ、ペラペラだからさ、アウトドアには向かない僕にとっては、ね。アウトドア持ってくんだったらね、あれ、通常メスチンがいいや。あれの方が時間に動画しててから。ライジメスチン、何度も言うけど、ライジメスチンは通常のメスチンの厚さのまんまでかくしたからさ、ちょっとことでね、歪んじゃうんだよね。だから、うん、ちょっとめんどくさいからやんない。めんどくさいからな、そのね。だからメスティンは通常メスティンよ。ライジメスティンはほんと、まあいつも言うけどほんと。だから今さ、樹脂加工あるよね、あれね。ノースティッキング加工か。ね。いろんなの。あれ加工したやつだったらさ、マークできても多少丈夫かなと思うんだ、あれね。でも高いからね、そうするとね。どうもだ。ハジさんどうもね。で、こういうと、うちはね、お茶杯と豚しゃぶです。デンマークさんの仕事書ですね。でこういうのね、卵だとご飯が合うんだろうね、やっぱり、ね、卵ね、やっぱり、ね、卵とご飯の組み合わせよね。卵とご飯と動物性のもんね、うん、動物性のもん。まだ出てくるのね。あれ、浮いてんのはね、これ見えないか。浮いてんのこれ、黄色いのこれ。昆布茶ね、だし代わりに同じに昆布茶入れてます。もういいかな。まあ、早速、待ちくたびに、こんな感じでしゃぶしゃぶ。豚しゃぶ。豚だからね、仕事にだからね、ちゃんとやんないとね。
しゃぶしゃぶ用の薬がないからね。中落とし肉だから。中落とし肉なんで。でもすぐ、1枚ぐらいだったらすぐシートだよな、こうやって。昆布茶の入った、こうやってね、切る。こんな感じ。しゃぶしゃぶ用じゃないんです。ちょっとしっかりね、しっかりしゃぶしゃぶして。今こんなもんで大丈夫で、ちょっとさっき見せて、漬け汁はさ、ノンオイルドレッシングね、青じそのノンオイルドレッシングつけて、うん、うん、うまい、でお茶、お茶、はい、あ、ぐずぐずぐつぐついってきたんで、豚を放り込もう、どんどん水冷まし、豚しゃぶ、豚しゃぶって言ってもさ、しゃぶしゃぶ用じゃないからさ、切り落としに行くのはちょっと熱いからさね、取れとこうね、もうグツグツいってきたらおろそうね、もうちょっとグツグツいってきたら、グツグツいってきたら、まあこんなもんでいいや、これでもう一回グツグツいってきたら沈めようか、これなんかちょっと伸びてきちゃったんだよね、これね、もう一本持ってこようか、もずこさんどうもね、うん、今日はね、豚しゃぶです、ライジメスティに水入れて、昆布茶入れて、いつもの昆布茶ね入れて沸かして、そしたら豚のしゃぶしゃぶって言ってもね、豚しゃぶしゃぶ用じゃないんで、切り落とし肉のね、ちょっと長めにやってね、うん、入れて煮立ったら、これまあ茹で豚からね、あれノンオイルの青じそドレッシングつけて、もういいかな、はい、できた。まあ、ゆで豚って感じかもしれないね、実際。しゃぶしゃぶ用のお肉じゃないんで、これ。切り落とし肉とかちょっと熱いからさ。でも、うまい、これで、ね。ノンオイルドレッシングつけて。うん。うん。うまい。火止める、またぐずぐずできた、止めます、止める、トランジは取っていかないからね、火止めた、ぐずぐずできたんで、豚しゃぶしなもんか、ゆで豚、豚しゃぶつゆもゆで豚かもしんないね、これね。ゆで豚。でもうまい。うん。しゃぶしゃぶ用じゃないからさ、これ。しゃぶしゃぶだって本当にさ、ペラペラだからさ、すぐいいってことで、しゃぶしゃぶ用、切り落とし肉だからさ、そういうわけにいかないんだよね。切り落とし肉だからさ、うん。ね。鶴さん、夜、夜寝てるよ。うん、まあ、うん、うん、そう、柔らかい麺うまいよね、うん、要するに煮込みうどんの一種だよね、くたくたの、うん、じゃあもう一本持っていこうか、今のもう一本、宝焼酎の宇治抹茶の抹茶派2本目、
この今日は買い物してこの間ね買ったんだな休みの日買ったんだから今日は何も買ってないポッと松田杯でまあ豚しゃぶとか言ったら実際ゆで豚って言った方がいいかもしれないねはい乾杯しゃぶねしゃぶしゃぶ用じゃねえからねちょっとですねでノンオイルドレッシングね青じそのノンオイルドレッシングつけて、うん、そうねいや平津くんどうも今日は豚しゃぶだけど実際やっぱゆで豚かもしんないしゃぶしゃぶ用じゃないからさこれ全部取っちゃうこれもう火取ったの全部取っちゃってまだお肉残ってるんでまた沸騰させてちょっと混ぜておいてこれまた残ろうかじゃあまたしゃぶしゃぶ行こうかしゃぶしゃぶ火にかけようか燃料用アルコールでアルコールストーブでま、バーゴの長いものうまいでもこれしゃぶしゃぶじゃなくゆで豚かもしんないけどうまいねやっぱりこれねむちゃくちゃないよ。仕事してますよ。最後の豚、これ残りのパック入れちゃおう。あれ、豚、切り落とし肉だからさ、これ豚しゃぶって言ってもね、切り落とし肉ちょっとね、入れて沸騰したら火止める感じで。全部入れちゃおうな。ほんと豚しゃぶだったらね、ほんとすぐいいんだけど、しゃぶしゃぶ用のお肉じゃない。あ、でも燃料なくなるけど。明日から連休ですね。水曜日までね。アルコールの匂いが止まっちゃった。燃料アルコールはこれ使ってます。これね、第一ジャクシンのこれを使ってます。燃料アルコールはね、ネットで、ね、まとめて買ってます。45本とかまとまって、これ送料、まとめて買うと送料無料でね、1本あたり200円台で買えるから、210円とかで、ね。少ない本数ネットだとさ、送料かかっちゃうからさ、ドラッグストア、薬局で買うと変わんないけどね、もネットでまとめ買いすればね、200円ちょうどで買えるから、1本あたり。ドラッグストアは大体、安いドラッグストアでも500ml 290円ぐらい、280円ぐらいだもんね、200円台後半だからね、
でもネットで買えば1本あたり安いところで200円台前半で買えるからさ、ね、200円前後で500円で、うん、でも送料かかっちゃうんで、でも何円以上だったら送料無料ってとかあるからさ、そのそこだとね、で4000円以上だと送料無料とか、そういうことだと、だからまとめて買って送料無料で買って、わかんない、それはね、うん、初めの頃はさ、ドラッグストアで薬局でさ、燃料やるの買ったけどさ、やっぱ高いからさ、ね、ネットでさ、まとめて買うようになった。まとめれば送料無料ってとこ結構あるからね、うん、4500円以上買えば送料無料とかさ、そういうところでまとめて燃料アルコール買ってます。そうすれば1本あたりね、200円前後ぐらいで買えちゃうからね。ずいぶん安いよね。ドラッグストアだと安くても280円とかそんなもんだもん、500円。うん、しょうがないね。また天気いいときね、うん。天気がね、今回いろいろあったからな、うん。でも鹿島ほんといいや、あそこ。予約制じゃねえからさ、うん、ね、あそこでいいよね。無料でもね、予約制のとこってあるんだよね。予約はできないから、あそこ鹿島はさ、予約しなくていいんだ、あそこ。あれが嬉しいんだよ。うん、いない、全部いないよ。うん。事務とか社長も全部入れてもいないですね。うん。10人かけるぐらいか。うん。逆にコロナ絡みのあるんだよね、コロナ絡みの。うん。印刷物ね。うん。今日はお茶杯です。2本目で、しゃぶしゃぶっていうか、まあ豚、ね、ゆで豚かもしれないけどね、これノンオイルドレッシングにつけて、今巻き屋ですよ。今日は帰るからこの後ね。焼きに帰ります。うまい。あ、ちょうどよかった。燃料アルコール。これでいい感じだ。でも、そうか。じゃあ、最後の豚しゃぶ、これで、ね。これで食っていきます。昆布茶を入れた水に沸騰して、豚を煮た感じね。じゃあ、お茶杯をもう一個持ってくるんだ、お茶杯。豚はもう一パック食っちゃった。300g ぐらいあったけど、もうこれでおしまいだ。デンマーク産で安かった、これ。デンマーク産のロースの切り落としで、100g 80円台だもんな。やっぱ輸入は安いよね、輸入物はね。80円台だもんな、豚肉でも。安かったもん。
今度これ濃いやつ、濃い決まっちゃったやつ、こういうのも買ってみた、濃い、こういうやつ、ちょっとさっき女、さっきのはこれね、これ普通の決まっちゃう、さっき今濃いのはね、濃いがついたやつ、どんなもんかなと思って、赤札堂で買った、赤札堂で、今度は極上抹茶杯の濃い、濃いの、今度は濃い、濃いがついたやつ、濃い、濃いやつ、はい、乾杯。もういいかな、豚。豚しゃぶ。しゃぶしゃぶ肉じゃないから、私はすぐやってない、これ、これ。切り落とし肉、何度も肉、切り落とし肉だからさ。しゃぶしゃぶ肉だったらさ、さーってこれでも続きくる、これ。しばらく置いとかないと、これでね。しゃぶしゃぶ用じゃないから。抹茶が入ってからね、うん、100g 88円 100g 安かった、 100g 88円だった、そう買ったんじゃないよ、ちょっと前に。うん。こんばんは。豚しゃぶでお茶杯飲みながらね、あ、洗濯終わった、勝ったらまたやるからね、勝ったらね、勝ったらよ、だからちょうどいいよ、これこれ書いたら抹茶杯だから、抹茶杯って抹茶って甘みあるよね、少しね、あれだから、そんなん大事にいい感じ、抹茶だからさ、多少甘みがあるんだよ、これ抹茶の甘み、安いよね、こんなこの家飲みやすくていいよね、豚肉、お、ノンオイルドレッシングね、青じそ の青じそのノンオイルドレッシングにつけて、これね、これこれにつけて、うん、これハイボールです、これもハイボールの一種、このハイボール、これもハイボールの一種、お茶はさ、グリーンの色がいいね、鮮やかでね。ごまだじゃない、ちょっとノンオイルドレッシング。これ全部だ。これはもう肉はないね、これ最後だ。この二切れで終わります。
ないね。うん、カメラ一応これはね、ナルトカメラです。今反映してるこれ。あ、スーツのさ、あれ、小田島の、いい、あ、スーツの、あれ、右ノートのナルトカメラで、今、変えてませんよ。休みです、休み。みんな自粛だからさ、印刷物もなかなか来ないんだよね、島台本ってね、今の本。まあ、例年も5月ぐらいは島なんじゃないかな、ね、この、ね、例年そうだ、今もって、普通に。自粛で世の中回ってないからなおさら島なんだよね。ね、みんな自粛で自粛で。世の中動いてないからさ、なおさら島。超帰る、超帰りますよ。あ、そうなんだ。あ、ジンギスさん、どうもね。うん、今日こんなの帰るよ、今日。ああ、うまいね。水曜日まで。だから、あそこ、5日間ね。土日、土日、月、火、水、日で、木曜から仕事ね。土曜、うん。まだあるよ、雨が早い、大丈夫、全然あるよ。わかった。うまかったな、あれ。あ、美味しかった。やっぱ豚肉がうまかった、本当。うん、堪能した。うん、うまいね、お肉はね、野菜って。いいですよ、あげると。しょうがないですね。おい、大好き。この種類うまいんだよ、これ。昆布茶入ってるからさ。ちょっと、これ後、終わった後で飲みますね、これ。昆布茶でやってるからね。ああ、いい感じだね。うまかった。お肉うまかった。ちょっと物足んないよね。ちょっともうちょっと行こうか、お肉。お肉。お肉もうちょっと行こうか、お肉。物足んないや、お肉。お肉もうちょっとやろうか、お肉。お肉もうちょっと。もうちょっとやろうか。もうちょっとお肉追加してやろうか。入れた。これは
これはね、これ、ごとくはさ、バーゴのまがいもんでさ、安いやつだけど、これは、アルコールストーブはね、トランチャーの本物よ。うん、これは、ごとくに使ってるんだよね、バーゴのまがいもんの中古っての安いやつです。1000円から1500円で売ってるやつね。やってみた。もうちょっとやろうかな、少し。あ、いいよ、もう時間はいいの。あ、もう死ぬ。でも、でも死半前か。また豚肉持ってきます。歌は多分最初歌ったんだよね。うん、今夜も帰ったらやるからさ、帰ったら。帰ったら歌はやりますんでね。そこでね。うん、今ね、まあ、帰ったら歌はやりますんで。今度アメリカ産の中国とトンコマ、ね、これは全部使わない、少しでね、入るだけでいいな。今度アメリカ産のトンコマ少し入れようか。これは今度はね、トンカもね、細かいです。これはいいかな。このぐらいで入れとく。これでおしまい。あと残りでまた今度。ここでまた今度にしましょう。あ、それで、あ、今度でも熱とかついてるね。まだ早いから大丈夫よ。もうこれが、この肉が火を通る頃には大丈夫かもしれない。本当このラージメスティンはアウトドアで一回もないです。通常メスティンはね、アウトドアで一回ぐらいあると思うけど、ラージは一回もないです、アウトドア。これね、2本目、じゃあ2本目の、また、この、これの2本目で、トータルで4本目か。濃い、
福島茶割りの2本目もところかな。うん、そうですね、大事だよね。そうね、うん、じゃあ最後の1本持ってくるんで、最後の1本今日今回最後の1本持ってくる、お酒もう1本、3号館宝焼酎の濃い宇治抹茶の抹茶杯、これで今日これ最後です。これ最後です。うん、こちらだから火飛んで早いな。ノーオールにつけて、泳ぐ大地くん、今夜食べね、泳ぐ大地くんね。じゃあ、4本目いきます。濃いやつね、濃いの。濃いのでは2本目。昆布茶の汁に煮てからね、それを昆布茶の汁で煮たやつをノンオールドレッシングにつけて、青じそドレッシング、うん、最近は文化税が高いね、最近はね。今度から揚げね、お肉はうまい、お肉はうまい、こういうやつかいいね、お肉はうまい。
でもなんか、うん、電話ないんだよ。まあ、から電話ないからね、来ないです。滑落してでいい、滑落してできたんだよ。滑落キャッチだ。あれだな。あれって何なの？うん、大丈夫よな。ほっとく、病院も行ったから大丈夫よ、あれ。ほっとく、大丈夫。もう治ってる、大丈夫。これ最後。今日これ、帰って帰ったのもね。まあ、北で飲むのはこれで最後です。また明日。歌がもういいかな気になってる。泣いたようだよよ。お肉はうまい。これ豚の小まじめに。時計はこの音、この時計です。この時計の音は見えた？この時計の音、この音です。これね、分かった？この音、これも最後にしちゃおうかな。お肉全部あげて。じゃあこんなもんで。こいつのと同じだよ。
大きなってちょっと同じメガネ。今日変わんない今日と一応メガネ今日と同じメガネを。形成です形成形成で帰ります。これで飲んでおしまい。ではまた。じゃあこれで終わります。ではまたね。じゃあこれで終わるね。で帰ったら今の時間はね、1時半回ったところだからね。大丈夫ね。帰ったらまた野球でいつもやるからね。先生。ではまた。はい、終了しました。じゃあこれとこの辺で。